こんにちは、マスミです。本日は PDF を学習したチャット GPT の実装方法を解説します。この動画を見ることで、機密性の高い社内 PDF や商品紹介 PDF に基づいたチャットボットを作れるようになります。本動画ではラングチェーンというライブラリを用いて解説していくため、もしもラングチェーンについてまだ知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まず今回のゴールとシステム設計を説明します。今回のゴールはローカルの PDF の情報に基づいて回答を生成してくれるチャットボットの構築です。システム設計としては、プロンプトが入ってきたらチャット GPT と PDF を用いて回答を生成するという流れになります。実装方法としては、ラングチェーンというライブラリを用いて Python というプログラミング言語で実装していきます。より具体的には、ラングチェーンの中の Indexes という機能を利用していきます。 Indexes とはPDF や CSV などの外部データを用いて回答を生成する機能です。ここから Python を用いた実装方法を説明します。まず環境構築として、ラングチェーンと OpenAI のライブラリをインストールします。そして OpenAI の API キーを設定していきます。ご自身で発行した API キーをこのダブルクォーテーションの中に入れて実行してください。もしも API キーの発行方法がわからない方は、以前紹介したこちらの動画をご覧ください。そして今回 PDF を読み込んでいくため、 PyPDF のライブラリーと Indexes を実行するために必要な ChromaDB と TickToken というライブラリーをインストールしていきます。これで環境構築は完了です。ここから具体的な実装方法を説明します。まず PyPDF ローダーというドキュメントローダーのライブラリを用いて PDF を読み込みます。この時 PDF のファイルがあるパスを指定しましょう。 Google コラボラトリーの場合、左側のフォルダーボタンをクリックし、ここのアップロードボタンからファイルを指定してアップロードします。ここではフリーランス白書というフリーランス協会が公開しているホワイトペーパーを用います。次にベクターストアインデックスクリエイターを用いて PDF 情報をエンベディングして、プロンプトと関連する情報を検索できるようにしています。この状態でフリーランス白書の PDF における今回の調査の有効回答数はというプロンプトで実行してみましょう。元の文書では878名と記載されていました。するとこのように PDF 内で検索をかけて正しい答えを返すことができました。この方法はローカルの PDF を読み込ませていますが、 URL から PDF を読み込ませることもできます。その場合は PyPDF ローダーの中に URL を直接記載してください。それでは実行してみましょう。こちらでも正しい答えが返ってきました。最後にここまで解説した PDF を学習させるプログラムを Web アプリに落とし込むと、このように強化版チャット GPT のようなものが作れます。 Web 開発の方法は以前紹介したこちらの動画を参考にしてみてください。以上、本日は PDF を学習したチャット GPT の実装方法を解説しました。もっと学びたいという方は、この動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。またチャット GPT の仕事の相談や依頼をしたい方や、チャット GPT の仕事に携わりたいフリーランスエンジニアの方は、概要欄にあるメールアドレスよりご連絡ください。ではまた。